でもあの1イニングを0点で帰ってきたみんなも本当すごいなと、それを0点に抑えるのが近鉄の選手たちのプライドですね。それでマウンドに走ってきて、投球練習いらないからもうプレーかけろって審判に言ってるんですよ。今日はグラウンド使えないから雨天練習場で、ね、試合前やってくれとかって、ね、汚いことやるんですよ。本当ですか？ドリカンと怒っちゃって理解しろって、それはね、近鉄もあったね。有藤監督が9分間の講義を行うということなんですが、まあ、それが走塁妨害じゃないかというようなことでの抗議だったようですけども、実はそこに関わったランナーの古川選手、それからボールを取った大石選手、投げた阿波野さん、3人ともアジア大学なんですね。何やってるの？3人でと見てました。違うな、たまたまだって古川さんは大石さんを押しただとかなんとかって言ってやっちゃったですね。古川さんは1年先輩ですね。そうです、はい。大石さんはもうちょっとだいぶ先輩ですね。はい、だいぶ先輩、入れ替わりもさらに上ぐらい。不思議な縁ですね、それ。そうですね、はい、ねえ、3人とも何の台本もありませんよ。だから野球面白いんですよね、はい、でもね、パンチさんはその試合見てみませんか？それはテレビで見てたのかな、俺熊谷組だもんね、そう見てたんでしょうね、多分、はい、その後にドラフトにかかるわけだから、いや見てたんだろうな、ブライアンとか西武球場で4連発もその年翌年確か、いや混ざっちゃってるな、まあ、見てたんでしょうね、はい、有藤さんに後々言わせると、要はあれは完全にアウトだと思ったけれども、大木監督が早せみたいなことを言ったもんだから、それでカチンときて伸ばしたみたいな、そんな発言があったようですよね、はい、第一試合からちょっとそういういがみ合いみたいな感じになってたんですよ。あ、本当ですか、はい、もうロッテもずっと終盤に向けて近鉄に歯が立たなくてですね、もう最後ちょっとこう意地みたいなのがあります。天野さんまたそれでロッテに強かったんですよね。ロッテもそうですね、あの頃は、そうですね、ロッテの相性は良かったですね。でもね、普通ならね、もう覇者は西武じゃないですか、西武で、そうそうたる後に監督になるような選手ばっかりがいるようなそんなチームで、ロッテもね、もうたまには西武以外の近鉄に勝たせてやろうぐらいの気持ちなかったんですよね。でも僕西武すごい投げたんですよ。あ、そうですか。はい、もう僕と山崎慎太郎ってピッチャーいたんですけど、 あと小野、この3人も大体西武戦です、もうとにかく大木さんは西武をこう、まあ、勝率を落とさないと、ペナント取れないっていうの分かったんで、西武はだってあの時近鉄がもし優勝しなかったら10連覇してるんですよ。あ、そうか、4連覇して近鉄が1回勝って、その後5連覇した、その近鉄が勝ったというのはその翌年の話ですからね、はい、そうです、ですから、大木さんは他球団の監督にも西武をなんとかしようじゃないかってこう、なんていうんですかね、なるほどなんか包囲網みたいなのを、やるんですね、多分ね、僕ね、セ・リーグ の9連覇 のジャイアンツの時なんかでも、とね、他のね、セ・リーグの5球団ってね、もうジャイアンツばっかり勝たせたくはない、だからなんか他のチームにチャンスがあったら協力してやる、まああんまり言っちゃいけない、そのぐらいの気持ちはあったと思うんですけどね、はい、それぐらい強かったですね、そのぐらいやっぱり強かったということでね、はい、だから脱線しますけど、星野監督が有名な話でタイガース戦でしたっけ、タイガースが勝てばど真ん中に投げたっていう、タイガースが勝てば、ジャイアンツの優勝は消えるっていうことで、ど真ん中に投げて打てないよ、タイガースがしっかり打てないですよ、星野監督が投げてたっていう話が、そうです、ね、どうしたんだ、しっかり打ってくれないって言ってないんだって、はい、西武は本当によく投げましたよ。なるほど、僕秋山、清原、デストラーデっていうのがあの時のクリーンアップなんですけど、ピッチャー工藤ですか、工藤、渡辺久信、角田家、大体この誰かと投げ合う、あ、はいはい、で1年トータルで秋山、清原、デストラーデと40打席ぐらい対決してるんですよ。あ、そう、はい、40打席1年間対決するってことはもう10ゲームぐらい投げてるから。なるほどなるほど。まあこれ使えるかどうか分からないんですけど、西武も当時ずるくて、アメダスによると雨降るんで中止とか言って、いった先生近鉄戦
で負けそうになると今日はちょっとやべえなって言うとアメダスの影響で今日は中止って言ってみたりとか今日はグラウンド使えないから雨天練習場で、ね、試合前やってくれとかって、ね、汚いことやるんですよ。ドミクランと怒っちゃって理解しろって、うん、あ、そうですか。そういうこともやるんだよね。あ、それはね、近鉄もあったね。あ、どこもそうなの。そうそうそう、必ずね、雨休みによるとね。そういえば、あの、そういう意味ではね、はい、あの浜野さん、はい、牽制がちょっとおかしいんじゃないかと、うん、チクチク西武からもやられたのもありましたよね。うん、そうですね。優勝するためには邪魔な存在だったと思います。うん、あ、浜野さんですね。はい、なるほど。これだけ毎回投げてくるわけですね。一勝あるかどうかっていうようなプレーじゃないですか。9回の表1点負けてて、それはもう覚えてます。あ、一塁ランナーのリードオフで転ぶのも、うん、それじゃわざとらしいとか、ピッチャー西川旗、これだったら絶対それが強い、肩のいいキャッチャーは絶対投げてくる。あ、なるほど。1、3塁になったんですよ。おい、総監督がバーッと降りてきて、うち、ここぞここぞって言われて、内田監督がやっとねえ、やっとねえ、みんなみんなみんなこれやっこしねえ。時点19の話に戻りますけれども、結局その9分間が元で4対4のまま時間が来てということで、そうですね、延長10回には入ったんだ。そうです、延長10回時間切れ引き分けです。10回の表に点が入らない、はい、ということは、これはもう近鉄の勝ちはなくなったということは、近鉄の優勝がなくなったと。そうです、はい、うん、そしてその10回の裏っていうのが虚しい守りの時間ですよね。うん、はい、あの10回の裏は別に点取られてもサヨナラ負けになってもいいわけじゃないですか。はいはいはい、ペナントのことを思えば、うん、優勝決まって、はい、もうセーブですから、はい、でもあの1イニングを0点で帰ってきたみんなも本当すごいなと思います。自分は投げてないですけど、加藤投手ですね。そうですね、加藤投手はまずまだ残り3分だったんです。ああ、10回裏に入るときに、ああ、はいはいはい、はい、それで3分で片付ければ11回に入れた。そうなんです、はい、それでマウンドに走ってきて、投球練習いらないからもうプレーかけろって審判に言ってるんですよ。でもそういうわけにはいかないんで投げて始まったんですけど、結局その気持ちが乱れたのかフォアボール出してしまうんですけど、それリリーフ木下っていうピッチャーがその後投げて0点に抑えるんですけど、まあ野手の人もね、なんか呆然として守ってて、でもそれを0点に抑えるのが近鉄の選手たちのプライドですね。こうやってこう今でもこうやって言ってもらえるっていうのは、引き分けで終わったことに価値があるから、うん、なるほど。あれ負けてたら結局負けたじゃんっていう、はいはいはい、ああそうか、うん、だって条件は負けないが条件でしょ、うん、っていうところで引き分け、しかも理由が時間切れ、はい、うん、今後僕はこの制度がもう二度とあってほしくないなと思う。なるほどね、こんな優勝が決まる決まらないっていう試合で、はい、はい、はい、時間切れですって終わったらファンも納得しないでしょう。しかもその時間切れは人のその作為っていうかな、やり方によってはそうできちゃうことですもんね。それは嫌なことですもんね、はい、やっぱりね。9分かもっと長く感じたけどね。あの後だってスタンドのあの高いフェンス乗り越えて、うん、ファンが乱入してきましたね。あ、そうそうそう、はいはい、なんかね、アフロヘアのカツラかぶって走ってきた人が印象的なんだよね。相当有蔵監督にもなんか罵声浴びてたんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですね、まあ野球ファンであるならばそう思うと思います、うん、ね、はい、うん、ドラゴンズファンの皆さん、プロ野球ニュースにも出演してますんで、ぜひ見てください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしく。ダーン。でも、うん、そこの悔しさがやっぱり翌年のあの近鉄バファローズ、うん、見事な優勝につながるわけですね、うん、あれはやっぱりナインの皆さんやっぱり素晴らしいですね。そうですね、ね、キャンプから違いましたもん、うん、あ、そうですか、はい、うん、それはきっと大木さんが何か言わなくて もう選手たちがみんなその気になってたということですか ね、 そうですね。大木さんはあのシーズン 10.19 があったシーズンに関してはもう一切あのダメとかいう部分には触れないというか、まあ、そういう言葉は使わない。とにかくよくやったって。大木さんも監督になった時にやっぱり優勝争いをしようって、まずはそういうチームになろう、毎年優勝争いできるということで、まあ、そこは称えてくれましたね。終わった後の大木監督も
のなんか記者会見も YouTube に出てるんですけれども、はい、負けたのは確かに悔しいけれども、うん、本当に選手たちよくやってくれた、はい、いい試合を皆さんにあのお見せすることができました、はい、みたいなこと、これがまた小木さんらしいですね、はい、ですから未だにあの近鉄ファンの集いとかもあるんですね、はいはいはい、それでこのあの時は勝てなかったけどって、うん、フレーズを使うと負けてないんだよって、みんなそういう思いで今でもいてくれ る、なるほど、ね、引き分けなんだよ、負けてないんだよって言ってます、はい、やっぱり宝物ですよね、うん、近鉄ファンにとってもね、そうです ね、 ね、ないチームだからもう余計、うん、あ、残ってほしいなと思います。なるほどね、はい、それが阿波野さん2年目のお話ですね。そうです、はい、ね、そしてそこからですから入団から4年間ずっと2桁勝利なんですけれども、うん、結局やっぱり先発もやり、それからそういう抑えもやったりとかいうようなことで、うん、大変な、まあ、あの言ってみれば酷使もあったと思うし、うん、そこからがやっぱり怪我との戦いにもなってたわけですね、うん、はい、まあ、故障を、ね、しなければっていうのはあったと思うんですけど、はい、うん、まあ、本当にシーズンオフの過ごし方って大事ですよ、うん、はい、うん、ちゃんとケアしないと、やっぱり蓄積疲労っていうのはもうどんどん大きくなる一方なんで、なるほどね、はい、で近鉄の阿波野さんとそれからオリックスのパンチさんと、うん、4年ぐらい一緒なの、あ、5年一緒なんだ、あの、ただそうです、そうです、経歴としてはね、はい、5年間プロ生活、はい、成績はどうだったんですか、お二人対決は。1回あるんだよね、あれオープン戦じゃないね、本当の試合かな、うん、レフトフライかなんかじゃなかったかな。ちょっと待ってください、1回ぐらいのことなんですか。というのは先ほど言ったように大井監督はローテーションビシッと組むので、うん、オリックスではあんま投げないよね。投げない。オリックスではね、高柳とかね、山崎とかね、そういうの阿波野は投げないもんね、うん、まず多分和弘は入団する前は投げてたんですけど、うんうん、もうそれから余計西武へのシフトが強くなって、そうかそうか、あんまり訓練やってないと思う。1打席やったような気がするんだよね、うん、でレフトフライだかなショートフライだかな。ヒット打ってませんか。打ってない、打ってない。ああ、そうですか、はい、だから球場で会ったっていうのはもうないよね、うん、ようっていうのをピッチャーと野手だから、うん、あ、本当ですか。ないですね。ないね、うん、いつも大石さんや古川さんとはありますよね。はいはいはい、ないね。確かに、うん、いないんだ球場にね、うん、一緒の時は、うんうんうん、なるほどなるほど。その後はあの阿波野さんはあれですよね、中継ぎピッチャーとしても、うん、あの活躍されてっていうことで、ね、そうですね。一度故障してからはリリーフやったりとか、うんうん、先発やったりとか、はい、うん、それがやっぱり今度は指導者のね、うん、ピッチングコーチになられるときにやっぱりすごく役立つっていう部分もありましたか。あの頃はやっぱりリハビリ、今はあのトミー・ジョン手術っていう人体移植の手術がありますけど、はいはいはい、自分もちょっとそこの判断の手前ぐらいまで行ったんですよ、うんうん、結局やらなかったんですけど、うん、あの頃したのが村田兆治さんぐらいしかいなかったんですね、うん、時代的に、はいはい、もうちょっとやったらあんなに2年も3年もなかなかカムバックするまでかかるものなんだっていうのはちょっとなんとなくイメージですけど持ってたので、なんとか保存療法って鍛えて治すしかないということでやって、その中でトレーニングとかあとは部位の名称とか、それまで野球選手ってあんまりまあ筋肉の名前すら知らない人もたくさんいましたから、やっぱ勉強になりました。いや本当に今はね何でも調べられますけど、だって当時ウエイトトレーニングをやり始めたのは近鉄ですから。ああ、そうなんですか。それまで何で近鉄のやつらプロレスラーでもなろうってしてんのかなんつって、最新のね立花君は、立花コーチって見回してまして、だからそんな治療なんかもトレーニングなんかも、それこそ笑い話だけど我々の頃なんか肘が痛いって言ったら風呂でよくもんどけって言われた時代だもんね、うんうんうん、それが今アイシングになったりして、うんうん、試合終わってからこう投げたりしないんだもんね、うん、もうガシャってやるんだもんね、うん、もう昭和だね。それでね、うん、こうプロ生活を断念していく人もいましたし、ね、はいはいはい、だから今のトレーニング法っていうのは本当に選手にとってはどんどん進化してて、うん、はい、もうね、山本昌さんみたいに長寿ピッチャーはこれからどんどん出てくるんじゃないですか。なるほど、はい、それとね、うん、あの先発と中継ぎかのいうような形で球数のある程度の制限みたいなのを、はい、あの皆さん考えるようにもなったし、はいはい、で面白いのはピッチャーとかね、うん、勝ったら翌日休みなんですよ、はいはい、本当はね、医学的には、うん、
投げた次の日はランニングかなんかして一汗かいた方が疲れが取れるみたいなんですよ、うんうんうん、でその次の日は休みって言うんだけど、うん、昔はご褒美みたいに、うん、勝った翌日が休み、うん、で負けると休みなし、走り込みが足りない、走り込みが足りない、どんどんスナップになっていっちゃうという、うんうん、そういう時代だったんですか。今確かにもう野球も随分変わってきて、うん、球の回転数がどうのこうのとか ね、はい、あの非常なあの、はい、科学的なこう機械も導入したりなんかしてて、はい、随分変わってきてますね、はい、コーチが必要なくなる時代来るんじゃないですか。本当ですか、うん、はい、いやでもやっぱりメンタル面は大きいんじゃないですか、うん、まあ、まあそれはねあの、うん、経験っていう部分では必要かもしれないですけど、ね、はい、うん、だって本当に今言った話と近いんですけど、はい、勝ったら休みなみたいなことを言われて、うん、ね、自分としては例えば7回1点で勝ち負けつかずみたいな人があるわけですよ、うん、はいはいはい、で何にも言われてないんで次の日来るわけですよ、うん、ああ今日休みだったわって言われて、なんで言ってくれないの昨日って